古畑照美は、日本の実業家、管理栄養士。学位は学士。株式会社食スポーツ代表取締役。小畑照美名義での活動も行っていた。東京都出身。山脇学園短期大学の食物科を卒業後、農林中央金庫にて勤務した。しかし、スポーツ栄養学に関する職に就きたいと考え、電話帳で関係する機関の電話番号を調べ、自ら売り込みを図った。スポーツクラブなどからは断られたものの、厚生省に連絡を取ったところ、国立健康栄養研究所を紹介された。当時、国立健康栄養研究所は求人活動などはしていなかったが、古畑は無給でいいから勉強させてほしいと訴え、非常勤職員となった。その後、国立健康栄養研究所の研究員からの紹介で、静岡県立大学の非常勤助手を務めた。結婚をきっかけに退職し、以降は講演活動や栄養指導などに従事した。また、サッカー選手や野球選手など、プロスポーツ選手の栄養指導も手掛けた。我が富士国体の開催にちなみ、国民体育大会の選手向けに、スポーツ弁当を開発したところ人気を呼び、わずか10日間で3万食分の弁当を販売した。現在では、自身が立ち上げた企業、食スポーツの代表取締役を務めている。なお、日本女子大学の家政学部食物学科の通信教育課程を卒業している。また、健康運動指導士の資格も持つ。ありがとうございます。